クレタン・グレイ・ハウンドとは、ギリシャのクレタ島原産のグレイ・ハウンド犬種である。別名は、クレタン・ハウンド、クリニコイ・フニラティス。追い立った、正確な年代については、はっきりしないが、起源以前に、フェニキア人が、クレタ島に持ち込んだ古代エジプト原産の古代犬種、チズムが、元となって生まれたと言われている。チズムの子孫は、シチリア島のチルネコ・デルエトナやマルタのファラオ・ハウンド。 イビサ島のイビザンハウンドなど多数である。クレカンはその中では最も小型で希少な犬種である。本種は単独もしくは小規模なパックでノウサギを狩るのに使われていた。ノウサギは畑を荒らす害獣で、それを狩って被害を防ぐついでに、それの肉と毛皮を取ることができたため、大切に飼育されていた。ノウサギを狩るとご褒美として、ノウサギの骨や内臓、少々の肉を、 パンの上に乗せて与えられていた。本種は、島という孤立した環境で繁殖してきたため、純血度が高いが、数が少なく、ほとんどが、クレタ島で飼育されている珍しい犬種である。不死には公認されているが、他のグレイハウンド犬種の人気に押されて目立っていないのが、現状である。頭数は少ないが、愛好家によって、大切に保護されているため絶滅の心配は、 少ないと言われている。パリア犬のような原始的な顔つきをしたグレーハウンドで、ある。マズル、首、足、銅、尾は長い。大きなロウソクのみ、飾り毛のあるサーベル型のタレオデコートは、スムースコート、毛色はホホ、ホワイト、ホワイトブラック、ブラックホワイト、ホワイトレッド、ミルクなどがある。体高からセンチメートル、体重からキログラムの大型犬で、 性格は忠実で温和だが、警戒心が強い。走るのが速く、運動量は多い。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動振興者、2007年、ありがとうございます。